今週の NBA ニュース似せてるじゃない俺に寄せようとするやつは大概低い声でいきゃいいと思ってのぶとい声を出す痛かったんですよこれ痛かったですか痛かったんですよありがとうございます練習してたんですよ電車の中で行きの電車でもう南北線でずっと南北線でずっと練習してというわけで、はい、今週はゲストに人気YouTube チャンネル早朝シューティング部のじゅんじゅんさん、あうさんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。何ですかその拍手。日本一拍手が早い YouTuber として有名なの。初めて聞いた。この間、じゅんじゅんさん、あうさんに、はい、あのダブドリの周年パーティーに来ていただいて、はい、その模様も早朝シューティング部さんの方にアップしていただきました。はい、で、そのつながるきっかけになったダブドリなんですけど、はい、いきなりちょっと宣伝なんですけど。はい、新刊が出まして、あれ差し上げます。いいですか？あ、いいですか？やっと。これ後で数お願いします。すごい。宇都選手。宇都選手、あ、よくご存知で。はい、あれ B も見るんですか？まず私の。あ、まあ、そうですね。見ますね。あとひるき選手。お、はい、素晴らしい。パッと。あれ？そうなんですよ。これがね、なんで？これはやばい。私をバスケに連れてっていうこの B リーグ観戦初めての女の子を観戦に連れてくっていうコーナーになんとあんちゃん出てもらって、いいですね。でもね、あの顔むくんでるって言われたんですよね。なんで、はい、YouTube のコメント欄、うん、あの Twitter のコメント欄どの子全ての SNS で顔がむくんでると、はい、ごめんなさいね。そんなことないですね。そんなことないですねフォローありがとうということで、はい、で、あの NBA ファン的にはあのメンフィスの実況のピート・プラニカさんのインタビューもありますので、はい、まあ、ぜひ書店で手に取っていただきたいんですが、せっかくなんでダイナーね見てくださってる人にちょっとプレゼントを何冊かしますかね。おお、はい、おいいんじゃない、あんちゃんのサインいらないでしょ、まだ戦われるじゃないしょいるでしょじゃない、後でもらいましょう、はい、絶対いらない、うん、はい、じゃあ応募方法はダブドリかなんかでのツイッターかなんかで発表か、最後差し込みますかね、画像で、はいはい、あんちゃんと直接交渉してくださいどこでYouTube のコメント欄が面白かった、 YouTube のコメント欄で、あー、なるほどねというわけで、はい、こんなメンバーで今日はお送りしたいと思います。はい、はい、まずはニュースよろしくお願いします。はい、いきなり悲しいニュースでなんか申し訳ないんですけど、はい、ビクター・オラディポ、はい、大腿四頭筋腱の断裂、え、ね、ラプターズ戦の、はい、まあ、終わりの方だったんですけど、なんかね曲がっちゃいけない方向に曲がっていく感じで、あ、これやばそうだなと思ったらトレーナーが来て速攻タオルをこう 膝にかけてて、あ、これやばいやつだと思って、で、まあ、結局多分ほぼほぼシーズンアウトということで、うわ、なんか去年に続いて今年も良かったからね、楽しみにしてたんですけど、先週中原さんがベタ褒めした矢先のこの、お二人 NBA そもそも見るんですか？どうなんですか？見ます、ね、見ますけど、はい、そんな詳しくないですよオラディポの怪我はどうですか？かわいそうっす痛そうですよね まあ、今年はもう見れなそうだ、オールスター絶対今年いけると思うんですよね。ああ、そっか、楽しみにしてたんですけど、ね、ペイサーズやばそう、だってあのクソザコグリズリーズに負けましたからねクソザコグリズリーズそんなクソザコではない、ね、ジャーメン・オニールはいるんですか、まだジャーメン・オニールが ね、 あのね、オースティン・クローシャーだけ頑張ってるまだいるんじゃないかな、レジー・ミラーもいるんですね、リックス・ビッツもいます、はい、残されたメンバーでデイビス・ブラザーズもいます両方いるの島本さんがやりそうなギャグを若手でやっていくスタイルはい、カーメル・アンソニートレードということで、あ、そう、どうなったんですか、これは先週そろそろ動きあるかもねみたいなこと言ってた、はい、次の日にトレードされてたんですけど、うん、あのブルーズにトレードされたんですよ、はい、で、はい、まあ絶対プレーはしないって言ってるんですけども、はい、ホークスの時も1試合もプレーしてないんですよ、あ、OKC からトレードされて、うん、2日間ぐらいだろうな、うん、でもユニフォームは欲しいっつってもらったらしいんだけど、まだブルズがあげたという話は聞いてないのでどうなってるか、なんかメロは自分のいたチームのユニフォームを集めてるらしくて、いますいますいますそういう人、これからもジャーニーする気満々じゃないですかそうそう、なんかまだウェーブしてない、速攻ウェーブするみたいな話があったんだけど、一応トレード期限が2月7日なので、そこにもしトレードが何かできればやるし、できなければまあウェーブするだろうっていう感じで、今日は
ニューヨークで行われてたニックス対ヒート戦に観戦しに行ってました。スタンディングオベーションだったもんね。そうそう、スタンディングオベーション。シカゴ試合あったんだけどね。ブルースの試合見に来いやって。そこは行ってないです。行ってない。はい。で、まあその今出ましたけど、トレード期限が近づいてるということで、うん、いろんな噂が出始めてて、あの NS カンターも、うん、あのプレーしないならもう追い出してくれっていう発言をしてるので、うん、ほぼほぼトレード要求。はい、であと今日出たのがソンメイカー、ソンメイカーのサックスのもどうやらトレード希望を出すらしい、うん、今日の楽天 TV で言ってましたよね。あ、そうですか。言ってました。今日あの OKC 対ミロウキーだったんで、それで言ってましたよ。すごい。僕はもう見てるんで楽天 TV。 素晴らしい。楽天 TV 始まった日から契約してるんです。すごい。どや顔だな。はい、はい。で、まあまあまあ、トレード期限、他にもね、先週ちょっと話したデニス・スミス・ジュニアとかね、うん、あるかもしれないですけど、来週、再来週あたりはニュースいろいろありそうですね。うん、確かに。はい。で、目玉はこれですかね、オールスターのスターター発表。おー。イースト、イースタンカンファレンスは、ヤニス・アデト・クンポ、カイリー・アービング、カワイ・レナード、ジョエル・エンビード、ケンバ・ウォーカー。で、ウェスタンカンファレンスがレブロン・ジェームズ、ステフィン・カリー、ケビン・デュラント、ポール・ジョージ、ジェームズ・ハーデン、うん、で、まあ、一応これがスターターで、はい、あのイースタンカンファレンスのトップがヤニスで、うん、ウェスタンカンファレンスのトップがレブロンだったので、うん、2人がキャプテンになって、うん、この中からカンファレンス関係なくスタメンを選ぶ、うん、あ、そう、うん、そう、なのでウェストがのスタメンが一緒にプレーするわけではなく、あ、なるほど。で、一応あのトップ投票が、レブロン・ジェームズだったんで、ドラ1はレブロンが持ってます、うん、なのでレブロンがまず1人目に誰をドラフトされるかっていうのは割と注目されている。楽しみですね。誰だと思います？自分がレブロンだったら誰取ります？僕はカリー取りますね。おお、そもそもアウさんどこ推しなんですか？アウさんどこ？僕はあのウォリアーズですね。へえ、だからあの楽天キング入ります。なるほど。なるほど。なるほど。持ってきます、ね。僕全試合見てますから。しかもハイライトじゃなくてフルゲームを。国家斉唱から見てます。それはどこからでも見てる。はい。順次さん。まあ、でも僕もカリーかハーデンですかね。まあ、ハーデン最近勢いすごいし。あ、確かに、うん。今回これテレビでやるっていう話ありますよね。あ、そう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 。うん、で、そうなんですよ。あのファン投票、まあ、まずそっちの話するとか、リザーブの発表が、うん、はい、31日にあるので、うん、そこはそれはコーチ推薦なので、で、リザーブが発表されたら、はい、それで 全選手24人選出されるので、はい、そこからヤニスとレブロンがまずスターター枠から、うん、4人ずつか選んで、でそこから控えをまた順番に選んでっていうシステムなんですけど。はい、で、ファン投票では、うん、レブロントップとかで、2位はルカ・ドンチッチとかデリック・ロースが入ってたりしてたんだけど、うん、ファン投票は全体の 50% しかなくて、うん、そこにさらに、選手投票とメディア投票っていうのが 25% ずつなんですよ、うん、なんでファン投票2位だったデリック・ロースは選手投票4位で、メディア投票6位で、全体3位で入れなかった、うん、で、ドンチッチも2位だったんだけど、選手投票8位、メディア投票6位で全体5位、うんうん、で、あとはウェイドも2位だったのかな、あ、違う、そうだね、で、それも、6位、6位で全体3位に入れなかった、うん、まあでも、妥当なところが選ばれたかなって感じはする、うん、まあそうですね、スターターは、まあ、あんまり文句ないですね、うん、でもちょっとローストが見たいけどね、普通に。そうだね、せっかくカムバックしたから、うん、だからコーチ推薦がどういう感じになるのかちょっとわからないので、うん、そこを見てくれるかどうかが、うん、ね、コーチ、なんかメディアと選手投票でもやっぱばらつきがあるんで、うん、この人は、選手はなんか、ブーチェビッチそんなに評価してないけど、メディアはブーチェビッチ高いとか、なんかそういうばらつきが結構あって、監督がどっち寄りになるのか、ちょっと面白そう。で、はい、2月7日にそのドラフトがあるんです、うんうん、はい、で、それが、なんかどこまで放映されるのか、よくわからないんだよね、うんうん、その実際多分レブロンとヤニスが登場してドラフトしていくっていうのは多分やんないと思うんだよね、うん、あ、違うの、その日試合とかあるし、2人とも普通に、だからもしかしたら事前にやってるのを発表するだけかもしれないし、だ、まあ、順番が知りたいよね、とにかく、うんうん、それさえやってくれれば何でもいいんだけど、うん、ま
本当はね、当人たちがいてやるのが一番面白いから、ね、うんうん、まあ、でも顔に出ちゃうとちょっと嫌かもね。いや最後俺こいつ損のみたいな。あ、 そ、 ね、それ出さないでしょ。顔にちょっと笑っちゃうみたいな。最後の人かわいそうですね。最後の人かわいそう。その辺を気にして多分 NBA も慎重になってるんだと思う、うん、なるほど。なんかヤニスだっけな、ヤニスはエンビードとラッセル・ウェストブルックが同じチームになるように操作したいって言ってたらしい。へえ、仲悪いんじゃないですか。ああ、そうなんですか。仲悪いっつか、しょっちゅうバチバチやり合ってる。あ、そうか。なんかラスとか、でもラスもラスエンビードでしょ。ラスとエンビード、どっちもなんかいろんなやつとバチバチやってるからもうなんかわかんないね。ラスとエンビードは最近、去年もなんかやってて、でもラス、そもそもまず機械に入るかどうかだからね。確かに。で、はい、注目の渡辺雄太選手、うん、8456票でした。おお、でもそれは多いんですか。少ないんじゃないですか。少ないんじゃないですか。なかなか少ないですけど。まあ、レブロンとか何百万とか。まあ、そうですね。レブロン、レブロン X でしたっけ。いつだっけな、ちょっと調べ忘れてる。まあ、一応それでもダメ元で 見たいっていうファンがいたっていうことで、うんうん、そうですね、8000票、うん、8000票も、これは暇があればポツポツやってたけど、お前かい。8000票ではないけどね。ね、それがなんかギャグじゃなくなるぐらいまで言ってほしいけどね、うん、そうですね。でも今回から Google になって結構なんかちゃんと精査されたなって感じです。前はツイッターとかでもできて、あ、はいはい、なんかジャスティン・ビーバーとかがやり始めちゃって、あ、リツイートもカウントされるみたいな、そうなんだ、カオスだった。それはあれだね、確かに好きなセレブが応援してなったらバスケ見ねえけどリツイートしてやるかもしれない。なので、まあまあそんな感じです。はい、はい、続きましてスティーブ・カーが、うん、史上最短の377試合で300勝到達。うん、すごい。すごい。似てます。似てるって。ちょっと似てる。まあまあ、髪の毛。よく言われますもん。あのカーが現役。掘り深いかも。現役の時から言われてましたよ。へー。なんか。それによって得したこととか。何もない。覚えました。僕も好きになりました。あ、なるほど。それもあってゴールデンス好きなんですよ。なるほどねって言われると本当に若干似てます。いや似てる。いやコメント欄でもすごい言われます。はい、でこれまでの記録が415試合なんですけども、はい、なんか抹消なんだけど、うん、誰でしょうか。フィル・ジャクソン。ブブ。あ、パット・ライリー。正解。あ、言おうと思った。後出し、後出し。言おうと思いましたよ、パット・ライリー。ね、言っちゃうんだもん。怪しいな、今。分かってた？怒ってますよ。これだもん。怒ってはい、でまあ、とにかく本当にすごいことで377試合で300勝って、うん、あの400勝切ってるのが他のスポーツでない。他のスポーツ入れてもない。あのメジャーリーグが426、うん、NFL が442、 NHL が496、うん、でサッカーの MLS はそんな人いないっていう状態なので、もう完全に圧倒的な記録で、でこの試合セルティック戦だったんですけど勝利で10連勝なんですね、うん、なんと6シーズン連続で10連勝を記録してる。ウォリアーズ、すごい。6って言うとすごいね。優勝する前から。そうだね、あの、なんならカーがヘッドコーチになる前から。カー今5シーズン目なんで。で、それはポポビッチの2010年から16年の6年連続に並ぶそうなんで。あ、途切れたんだ。そうだね、17も10連勝してないんだけどね。で、一応最高勝率でもあって、うん、いくつだっけな、7割7分とかそんな感じなんですね。2位がフィル・ジャクソンの7割4厘、うん、ただ1640試合やってるから、ね、これはこれでしかもね、違うチームやってるからね、フィル・ジャクソンの場合は。まあ、でもカーは今のところもう圧倒的だね。はい、あとは今週の、はい、今週の渡辺裕太。渡辺裕太、はい、渡辺裕太、前回の収録時点ではなんか連続で4試合ぐらい連続でベンチ入りしてみたいな、スリーポイント初めて決めてみたいな、いい感じだったんですけど、今週はあんまり出番がなかったです。現地時間の1月22日ニューオリンズ戦で6分出場無得点、1月24日のシャーロット戦ベンチ入りも出番なし、で26日のサクラメント戦以降はジョアキム・ノアが復帰したり、ウィングできるあのテンプルとかアンダーソン、カスピがみんな怪我しちゃって、うん、で10日間契約であのブラジリアン KD ですよ。
ブルノカボクロ。ブルノカボクロが。ブラジリアン KD って触れ込みで誰も知らない状態だったのに、はい、トロントが急に20位ぐらいでピックして、みたいになったやつがいて、そいつがちょっとジャーニーマン状態で今なっちゃってるところを拾って、10日間契約で、でもこの間ね、11得点して、何試合ぶりの勝利みたいなのも大貢献して。確かにカボクロは入った時の触れ込みがすごくて、あと2年で NBA 選手になれるまであと2年そういう計算合ってるくさくて面白い。ここで目が出たら計算合うんじゃない4年でええやんって感じそんなわけで、まあ、あの出番が少なかったんですけど、はい、あれです、こういう時にね、あの G リーグという受け皿があるのが、うん、あの 2way 契約のいいところ、うん、G リーグでは2試合出まして、1月23日のウェストチェスターニックス戦では 23.7 リバウンド2ブロック、26日のメインレッドクローズ戦では 13.7 リバウンドと活躍します、うん、すごいすごい。でこれあの G リーグって Facebook ライブで見れるんですけど、うん、ちょっと映像がツイートとかで出回ってなかったので持ってこれなかったんですけど、はい、宮地陽子さんのツイートによると、はい、残り 0.9 秒2試合目ですね、メインレッドクローズ戦なんですけど、残り 0.9 秒1点ビハインドの場面でハッスルのオフェンスはスローインから渡辺雄太選手へのアリウーププレー、決まってたらすごかったんだけど失敗に終わる、うん、ディフェンス選手のファールがあったと渡辺選手&ジョーンズヘッドコーチは抗議&解説もファールとコメントしたけど審判はノーコールってことで、まあ、実際見てみたらあのタイムアウト明けでセンターライン越えたとこからパサー、うんうん、でトップに渡辺がいてゴール下からピックが来てっていうのに対して、まあ、G リーグってことでディフェンスがヘッポコ対応で完全にも走れたんだけど、後からそのスクリーナーのディフェンスだったやつが遅れてっても完全に後ろから押して取られずっていう状態でございました。まあ、やっぱりね G リーグのハッスルと完全に主軸選手で、しかもやっぱりこういうアリウーププレーって中でもその動けるとか身体能力高いとかなんかいろんなのでね任されるのが、そこがアメリカ人の中で抜けてるってやっぱりすごいですね。結構 G リーグだと圧倒的な感じあるよね。ウェストチェスター戦のハイライトをバッと見たとき、ディフェンスがやっぱすごくて、うん、2ブロックって言ってたけど、その2ブロックどっちもすごくて、うん、まあ、抜かれたけど追いかけてレイアップ後ろからブロックするみたいなと、なんかもうローテしまくってディフェンダー変わりまくってるけど最終的にジャンプシュートブロックするみたいな、なんか大学の時の渡辺のディフェンス見てるみたいな感じ、こうすごかったね。あとはチャンスが来るのを待ちたいんですけど、でもちょっとこれでねマイコンリーいなくなるわガソリーいなくなるわっていうのを報道通りに本当に怒っちゃうと、うん、渡辺のポジションに誰入ってくるかとか全く予想できないから、ちょっと全然よく分かんない状態、どっちの方向に進むかによって全然変わってくるからね、うん、はい、そんな今週の渡辺優太 &NBA ニュースでしたが、はい、第2部は早朝シューティング部のお二人にたっぷり語っていただこうと噛みましたけど、はい、いただこうと思ってますので、はい、そちらも楽しみにしてください。はい、はい、テーマは何なんですか？テーマは全然さっきリアクションなかったけど、カーメル。